来たよ。今度来たよ。まあ、またどっち来んのかな。うん、多分ピーちゃんだと思うよ。ほら、ピーちゃんに。お前。俺にも見せんだろ。いや、そんな。なんでそんなに俺に。なんで戻ってこい。どんな感情でそうなったんだ。感情がわからない。岡崎市、28歳男性、モヒートモヒート。太田さんの撮った映画が早く見たいです。お見たい、ね、上田さん、はい、出資してください。できるか。この人の方がはるかに持ってるわ。お見たいってよ映画。私も見たいですよ。進めてないの？進めてます。お、進めてる？これどこまで行っていいのか、まあいろいろ全部カットしてくださいね。じゃあ話さない。もうそんな話付き合ってない。昭和の番組だと思われる。これはね、僕はある映画会社と、もう3年前ぐらいから進めてんですよ。おう、おう。で、言っちゃっていいの本当に？まあまあまあいいと思います。10回ぐらい書き直したかな。おうおうおう。2年かけて。そう、脚本を、脚本シナリオをね、映画会社の人と、まあ制作の人と、要するに相談しながらやってるんだけど、最終的にはその映画会社の役員会議で、プレゼンするんですよ、その人がね。なるほど。そこでいわゆるお偉方が、全員一致じゃないと企画通んないんですよ。あ、そう。な、何人ぐらいの？10人ぐらいいるのかな。その全員が意見揃わないと、全員がゴーしないと企画通らないんです。あ、そう。それで2年かけてようやくじゃあ出します。しばらく1ヶ月ぐらい待って結果来たら全員否決。全員そっちで一致したんだ。もう俺ショックで立ち直れない。で、理由は何ですかって言ったら、おうおうおう、シナリオがつまらない。だって自分でも自信作なの。自信作だよ。おうおう。もう散々やって10回書き直したのが全員引けず。あ、そう、うん、それは腹立つね。腹立つというか、腹立つというか厳しいんだなと思った。厳しいね。まあそれは言ってみりゃ、なんつうの、他にも予算のこととかも、まあ、俺の映画結構ちょっとスケールでかくなっちゃったから。あ、そうなんだ。結構予算かかりそうな、予算もかかるっていうことで、で一回そこで否決されると、もう二度とその企画出せないんだよ。もう全く違うもん書かなきゃだめ。全く違うもん書かる。で 今は全く違うもんをもう一回考え直してるとこなんですよ。あ、そう。そうなんです。まあね、でもそういう、だから本当は俺は今芸人さんもね、いっぱい、映画撮ってるけど、コメディってなかなかないでしょ。まあね、たけしさんなんかもね、たけしさんの映画もすごいけど、ベネチアとかなんかすごいことになってるけど、認められてるのはどっちかっていうとさ、ヤクザの、まあまあ、アウトレイジと、ね、僕はコメディで行きたいんですやっぱり。まあちょっとそれで言えるところまで行っちゃうと、日本の総理大臣がね、世界を救うっていう、そういうストーリーなんですよ。へえ、おお、なんか壮大なスケールになりそうじゃない。そう、ね、そこにドタバタあり、テロあり、おお、なんか本当に主演モーガン・フリーマンみたいな。だからそれのために俺毎日英会話。あ、そう、やってんの今。そうよ。はあ、もう2年間毎日。マジで？ CBS ニュース聞いて。おお、あ、偉いじゃん。そうだよ。まだシナリオも通ってねえのに。通ってないやつ。だからちょっとね、実演するといいけどね、シナリオ通って。だから金がありゃ取れる。自分で出しゃいいじゃんか。もう要は自費で作って、自主制作で。要はね、映画ってね、要はなんていうんですか、映画館をどんだけかけられるかなんですよ。そうするとやっぱり映画会社の問題なんですよ。やっぱりヒットさせるないと2作目ないから。インディーズなら撮れますよ、それは。俺だって、まあね、でもそれじゃやっぱりね、まあ、王道 いけないんですよ、まあ、我々そうだったじゃないですか。我々そうやって生きてきたじゃないですか。あ、そう。やっぱりど真ん中でネタ番組ね、王者撮って、いやいや、それで行こうぜっていうさ、俺たちそうやってさ誓い合った仲じゃないか。誓ったことないない。
それがなんだよこの名古屋の5分番組。ありがたいことじゃねえか。やらせてもらってて十分嬉しい。そのさ、シナリオ書いてる時にさ、うん、別に設定とかも聞かないけどさ、うんうん、この役はこの人にやってほしいななんていうのを描きながらもう描いてんの。徐々にキャラクターが膨らんでくるでしょ、うん、そしたらあ、これは来る彼がいいなとか、うんうん、これは誰がいいなとかっていうのはもう自分の中であったね。俺コメディだから、うん、お笑いの人とか、うん、まあお言っとくよ、俺芝居できないよ。分かってるよ。だったら使わない方がいいと思うよ。あ、監督の腕でな、まだやらしてももらってねえじゃねえか。よーいスタッおう、これ終わった後に用意スタートかけた方がいいんじゃないもん。そう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 、カット割り決めた後に。ちなみにごめん、俺はどういう役でちょっと想定的には使ってくれる感じなんですかね、監督。いや、やっぱりあの悪い政治家みたいな感じだね。悪い政治家。そっち？そっちそっちそっち。あとだから、まあ割とセックスシーンとかよ。俺で、あのね、一回ね、やったことあんの、あのベッドシーン。あんの。なんか俺ら主演の映画みたいのがあったのよ。15年近く前。マジで。あのもう何の本当に何個かでしか流れてないような映画でさ。でまあ向こうの人はなんかそういうセクシー女優系の人でね。で、え、監督僕はどうすればいいんですかねって言ったっけ、ベッドシーンって。あ、上田、あのだいぶさ、あの上田さんのいつもみたいな感じでやってもらえればと。いや、俺のいつも見せたくない。ね、しかもまず俺はお前から攻めるもんな。攻めんわそんなところ。じゃあそれでね、いや仮に自分ではさ、これ普通だろうなと思ってることが、おいおいあいつアブノーマルだぜって思われるのも嫌じゃんか。だからもうごめんなさい、もう申し訳ないけどこれは演技をつけてくれって言って、あれは恥ずかしかったわ。そう、まだ見れるの今。残念ながら見れるね。あ、そうあるわ。あ、それは見なきゃな。いやいや、見なく、本当に見なくていい、ひどいから。で、あれ見たら俺使うのやめようと思う。